皆さんこんにちは KDDI スマホ携帯安全教室の竹内です本日はお子様の携帯電話やスマートフォンの使い方について皆さんと一緒に考えていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします本日の講座ではこの四つの内容についてお話をさせていただきます一つ目は子どもたちのネット利用の現状について いくつかの調査結果をご紹介しながらお伝えしていきます2つ目は子どもたちがどんなトラブルに巻き込まれているのかについてご紹介します実際に起きた事件やトラブルを元にした動画をご視聴いただきながらリスク回避のためのポイントをお話しします3つ目は子どもたちを守るためのサポートツールペアレンタルコントロールについてご紹介しますそして最後に困ったとき どうしたらいいのかについてお話をします。長時間になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは一つ目の子供たちのネット利用の現状についてお話ししていきます。コロナ禍により加速したギガスクール構想による学校内でのネット環境の整備、タブレットの配布により、授業や宿題、調べ学習など、 学校やご家庭でのネットの利用が日常的なものになってきています。そのため、子供たちにとって、ネットがより身近なものへと変化してきています。自動運転や遠隔医療、自動翻訳、キャッシュレス決済、生成 AI など、ネットを介した世界を歩むであろう子供たちにとって、上手に使いこなしていくことが今後求められていくのではないでしょうか。 これは2024年2月に子ども家庭庁が発表した子どもたちのネット利用の調査結果です。ネットの利用率は小学生から9割を超え。利用している機器は小学生では学校配布の端末とゲーム機。中学生ではスマホと学校配布の端末。高校生ではスマホとなっています。年々ネットの利用は増える傾向にあります。 これは子供たちのネット利用の内容の内訳です。利用の多いゲーム、動画視聴、検索、SNS などコミュニケーション利用、また勉強について抽出したものです。小学生、中学生、高校生、すべての講習において、動画視聴、ゲーム、検索の利用が高く、また勉強での利用頻度も増加傾向にあります。 特に小学生8割の利用があった動画視聴において9割を超える利用と大きく上回っています。子供専用機器での利用が年々増えていることも大きな要因になっていると考えられます。またインターネットの平均利用時間は前年度と比べ16分増加し約4時間57分。公衆別に見ると高校生は約6時間14分。 中学生は約4時間42分。10歳以上の小学生は約3時間46分。3時間以上の利用は高校生では70%を超えています。また、目的ごとの平均利用時間は趣味娯楽が最も多く、約2時間57分となりました。このように子供たちのネット利用は日常的なことになりつつあります。その一方で、 トラブルや事件も増えています。これはネットを介したトラブルや事件の一例です。保護者の皆さんの記憶にあるものもあるかと思います。子供たちをターゲットにしたネットでのトラブルや事件は年々増えてきています。スマホやネットは動画や教育アプリなど、子供たちにとってはとても身近なものです。しかし、 様々な事件やトラブルに巻き込まれる可能性ももあありますあくまますすくででスマホやネットトは道具ですトラブルに巻き込まれることなくスマホやネットの便利な機能を使っていくために必要なことは正しく使いこなせるかということです子供たちが正しく使いこなせるように保護者の皆様には責務が課されていることをご存知でしょうか 18歳未満の子どものインターネットの利用について適切に管理することはこれにはスマホだけではなくタブレットやゲーム機なども含まれますがこれは法律で定められています子どもたちのインターネット利用状況の把握フィルタリング等の利用による適切な管理そして適切に活用する教育これらは保護者の方が責任を持って果たす必要があります そのためにもどんな危険性があるのかを保護者がしっかりと把握しトラブル回避に必要な手段や方法を理解し実行していくことが必要ですでは大人はどのように子どもたちのスマホ環境に向き合っていけばいいのでしょうか抑えるべきポイントは最新アプリの名前や操作方法を覚えることではなくネットにはどんな危険があるか 何に気をつければいいか。まずはその危険性をしっかりと大人が知るということです。その上で、ネットの危険性や知識を子供と共有し、しっかりと子供と話し合いながら、自分自身で危険を回避していけるようルールを作ること。また、フィルタリングなどのペアレンタルコントロール機能を活用することが大切です。危険性の共有やルール作り。 ペアレンンタルルコントロールなど、スマホ利用について子どもたちとしっかりコミュニケーションを取りそして何か困ったらおうちの人に相談できるそのような環境をぜひ整えていただきたいと思いますそれではまず危険性を把握するためにスマホやネットを利用したトラブルにどのようなものがあるのか見ていきましょう。代表的なトラブルとして大きく、 4つに分類することができま,すまずは人間関係チャットなどの文字コミュニケーションによるトラブルいじめが挙げられます次に依存依存は長時間利用と高額課金など睡眠時間などの生活リズムに影響を及ぼす場合もありますそして出会い犯罪知らない人ともすぐにつながることができることによる犯罪誘拐またその他として 不適切な動画による炎上詐欺などが挙げられます実際に起きたトラブルをもとにして作った動画を用意してきました今回はこの代表的なトラブルについて動画をご視聴いただきながら詳細をお話ししていきますまずはこちらの動画をご覧くださいブートナイト楽しいよな 第一 FC のやつらブートナイトもサッカーも本当うまいよな僕もみんなの足を引っ張らないように頑張らないとあまたりの失敗で負けた頼むよりごめんごめん鉄郎もサポートしろよまあまあ落ち着けって。 課金して強い武器買ってこいよそうそう弱いんだからお金使うくらいしろよ課金はダメごめん課金はお母さんに止められてるんだお母さんお前弱い上にマザコンかよお前最低だな消えてほしいレベル永久 <laughs> 追放量は下手れ <laughs> やめろよ も謝ってるじゃないかお前ら FC 港はほんとへたれえなんだってもう一回言ってみろ何度でも言ってやるよ FC 港はへたれへたれへたれりょうは消えろ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 りょう ほんとヘタレ消えてしまえいる意味なしリョはヘタレしつこいぞお前らヘタレはヘタレだうっさいんだよ明日決着つけようぜ決闘だ決闘ヘタレの FC 港が笑わせるぜ明日の放課後三角公園に来いよ逃げるなよそんなのやめようよ やっぱりヘタレだ決闘だ決闘逃げるなよお前らこそ逃げるなよヘタレ消えろヘタレ僕のせいでどうしようりょう休みだなサッカーもしばらく休むって聞いた。絶対昨日のことだよなちっくしょう あいつら絶対許さねえ哲郎放課後どうすんだよやるさ決闘だ人を集めるぞみんな第一 FC のやつらに量が下手れって言われたんだ決闘だ10人集めるぞ何だって決闘第一のサッカークラブのあのその ちょっと職員室に来いお前ら決闘ってどういうことだ昨日ブートナイトでまったくお前らは何を考えているんだ決闘したって何も解決しないだろう亮が学校に来なくなったのは第一 FC のやつらのせいなんです 1> 第一 FC に連絡して聞かないとなおうちの人にも来てもらうぞそんな 親だけはやめてください叱られるよ子供たちの中で血統という話が出ていますそんなことになったら大変なことですりょうくんも学校に来れなくなっています今日保護者の皆さんに集まっていただいたのはネットの それでは動画の振り返りをしていきましょう。りょうと鉄郎は FC 港。他のみんなは第一 FC というチームに所属していましたが、みんなサッカーの仲間でした。みんなでボイスチャットを利用したオンラインゲームをしていたところ、りょが失敗したことにより、ゲームオーバーとなってしまいました。そうしたところ、サッカーチーム 第 1FC のみんなが、両を攻め始めました。両に向けられた言葉は、ヘタレ、キエロ、マザコン。とても強い言葉でしたね。ゲームが終わった後も、彼らの気持ちは収まらず。SNS でも、両を攻め続けました。SNS での言葉は、どんどんエスカレートし、決闘する。 という事態にまでなってしまいました。強い言葉を浴びせられたりは学校に行けなくなってしまいました。友達同士のオンラインゲームで始まった喧嘩がおうちの人も一緒に学校に呼ばれるという大ごとにまで発展してしまいました。今回の動画では決闘にはなりませんでしたがもし本当に決闘になっていたらどうなっていたでしょうか 怪我をする、サッカーができなくなる、警察沙汰になる、など大変なことになります。また、学校の先生、おうちの人など、多くの人に迷惑をかけてしまいます。このようなネット上の喧嘩から発展するトラブルは、実際にとてもたくさん起きているんです。オンラインゲームは画面を通して、 ボイスチャットなどを利用し相手とやりとりをします。そしてオンラインゲームはとてもリアルなため夢中になりやすい傾向があります。そのためにオンライン上で喧嘩になってしまうと相手を許せずにどんどんエスカレートしていく傾向があります。今回の動画でもゲームの中だけでなく SNS でも相手を責め続けました。また 寮をかばっていた哲郎も、決闘する人集めるぞと抑えきれない怒りの感情がリアルの場でも続いていました。オンラインゲームはとても楽しいものですが、オンラインゲームの特徴をしっかりと理解し、気をつけて利用する必要があります。また、攻め続けられた寮は学校に行くことができなくなっていました。 今回の動画で寮に向けられた言葉は、へたれ、消えろ、いる意味なし。相手を傷つける大変ひどい言葉でした。皆さんがもしこのような言葉を浴びせられたら、どんな気持ちになるでしょうかショックですよね。とても傷つくと思います。つまりこれは言葉の暴力、誹謗中傷です。 実際に SNS でひどいことを書かれ不登校になってしまった人、ネット上に悪口を書かれ自殺してしまったという人もいます。また、ひどいことを書いた人が訴えられれば有罪になることもあります。つまり、言葉や文字で人を傷つけることで罪に問われる可能性があるということです。これは 体を傷つけることと同じです。ここで、いじめの発生件数についてデータを見ていきましょう。文科省の調査結果では、いじめの発生件数が令和4年では68万人超えとなっています。前年度に比べ66,597件、1個あたりのいじめの認知件数は約18件と年々増加しています。 特に小学校における発生件数が突出しており、小学生のネット利用の一般化が要因の一つとも言われています。また、いじめの携帯の中で、パソコンや携帯電話などで誹謗中傷や嫌なことをされるの推移をピックアップしたものです。件数は小中高校特別支援学校全体で23,920件と、 年々増加傾向にあります。また、学校内でのいじめの早期発見、解消の傾向があるものの、SNS などのネット上のいじめなど、見えづらい事案が増加したと考えられています。これは実際のトラブルの内容です。侮辱罪、インターネット上で誹謗中傷、書類送検される。肖像権、プライバシー権の侵害。 他人の写真の無断投稿で賠償金を命じられる。名誉毀損。無断撮影。動画投稿で YouTuber が逮捕される。威力業務妨害。店での迷惑行為の動画投稿で賠償金を命じられる。某回転寿司チェーン店での迷惑行為動画が拡散し、大きなトラブルになったニュースがあります。保護者の皆さんも記憶にあるかと思います。また、子供たちだけでなく、 大人も含め、侮辱罪、肖像権プライバシー権の侵害、名誉毀損、威力業務妨害などさまざまな罪に問われ、被害者、加害者ともに自分の名前、学校名などさまざまな個人情報が拡散され続けています。では、このようなトラブルを回避するためには、どうしたらいいのでしょうかまずは、 SNS を利用する際に気をつけなければならない点を子供に伝え話し合いをしていくことです。SNS でのやりとりは感情がエスカレートしやすいという特徴があります。トラブルが大きくなってからではなかなか修復するのが大変です。あの時、あんなことを書き込まなければよかったと後悔しないためにも すぐに相手を責めたりするのではなく、まずは冷静になるための行動を起こすことがとても大切です。その場から離れる、10秒数えるなども有効な方法です。また、子供同士が SNS でのやりとりに固執することなく、直接会って話し合いをする、直接伝えることも大切です。そして、相手への思いやりを持つことです。 書き込むときにはこんなことを書いたら相手はどう思うか嫌な思いをする人はいないかしっかりと考えながらやりとりをすることですこれらのことは普段の生活でのやりとりと同じです自分で慎重に考えて判断し行動する勇気を持てるようにぜひ子供たちに伝えてくださいそれでは依存の動画をご覧ください よーし今度のテストの勉強頑張るぞあれ理科の範囲ってどこまでだっけよしさっきに DM で聞いてみよう映画行ったよふんーさっき映画見に行ったんだ楽しそうだね私も見に行きたいとホームラン打ったええー、ケントくん試合でホームランすごい 来週の決勝戦頑張ってね視力が A から C メガネ嫌だなあ視力私も下がった私なんて C から D にコンタクトの度数上げなきゃ結構目が悪くなってきてるなこれってスマホの影響かな私どのくらいスマホ使ってるんだっけ 朝と夜といつも5時間以上見てるかもまさかね明日の体育時久走頑張るぞ 1500m は地獄だよね頑張ろう、はあ最近体力が落ちてきてるクラブやめたし家でスマホ見てばっかりだしさすがに運動不足かな テスト80点以上で新しいスマホゲットだ頑張るいいな私も新しいスマホ欲しい、うん、でも最近成績落ちてきたな MeTube ばっかで全然勉強してないしな私大丈夫かな、うん、依存スマホやネットで依存なんてあるのへえゲーム障害は病気だって。 世界保健機関が認定したんだそういえばゲームもたくさんやってるあネット依存度チェックだってちょっとやってみようネットに夢中になっていると感じる長時間ネットしなければ満足できない当てはまるかもえ韓国でネットのやりすぎで死んだ人がいたんだ テストを終わるまでスマホお母さんに預けますテストに集中カオル頑張ってねミカキンのライブ配信が始まりますあ、ミカキンの MeTube ライブ始まる 結局全然勉強できなかった私もどうするか考えないとこのままじゃ私ってスマホに依存してるのかなまあいいかそれでは動画の振り返りをしていきましょうユキは友達にテスト範囲を聞くためにスマホで連絡をしました そうしたところ、友達の書き込みが目につきました。友達の書き込みには、映画を見に行ったこと、試合でホームランを打ったこと、視力が下がって不安なことなど、たくさんの情報がありました。友達の書き込みに返信をしているうちに、どんどん時間が過ぎていってしまいました。友達の書き込みの他にも、ネットへの依存のニュースやライブ配信など、 ネット上のいろいろな情報も気になって見続けてしまいました。気がついたら12時を過ぎてしまい、結局テスト勉強はできませんでした。ユキは自分はスマホへ依存しているのではないかと思いながらも、まあいいかとベッドの中でもスマホを見続けていました。お子様がユキと似ているなと感じた方は、 いらっしゃいませんでしょうか。ネット上の様々なサービスの運営先においては、利用している人たちがやり続けたくなるような仕組みを用意しています。SNS では次々と友達の情報が入ってきますし、ニュースや広告など、自分が何度か見た情報をもとに、その人が興味のある情報を掲載したりします。 長時間サービスを使ってもらうための工夫ややり続けたくなる仕組み、これを運営側は考えています。そして冒頭でお伝えした子供たちの利用状況を覚えていますでしょうか子供たちの利用状況では動画視聴が最も多くなっていたと思います。もちろん勉強での利用もありますが、YouTube や TikTok などで動画を見ると、 その動画を見た人が興味を持ちそうな動画を次々にお勧めしてくれる機能があります。とても楽しいのですが、夢中になりやすい傾向があります。日常的に制限のないままネットを使い続けていくとどうなるでしょうか自分の意思でコントロールできない状態であるネットへの依存になってしまうかもしれません。 ネットへの依存がひどくなると、夢中になって自分の意思でやめられない、成績も下がる、昼と夜が逆転するなど、日常生活を送ることが難しくなってしまいます。またさらにひどくなると、正常な判断ができず、自分ではどうしようもない、自分では改善しようがない状況になってしまいます。 中でもゲームへの依存は海外で長時間やりすぎたことが原因で亡くなった人も出ていて問題となっており世界保健機関 WHO がゲームへの依存をゲーム障害として病気に認定していますアルコールや薬物への依存が病気であるのと同じように治療が必要な病気なんですほんの小さなきっかけで 誰にでもなり得るものです。決して他人事ではありません。これは、静岡県教育委員会が利用しているネット依存度判定システムでの調査結果です。校種別では、高校生が最も多く50.1%、中学生が45.8%、小学生が30.6%。全体の40.3%にあたる子どもたちに、ネットへの依存傾向が見られる という結果です全国での調査結果ではありませんが子どもたちの傾向の一つの指標として考えることができるのではないでしょうかまた利用時間は依存リスクの高い子どもほど長時間利用しており6時間以上利用している子どもたちが全体の30%を占める結果となっています。では ネットの利用時間の長時間化が子供たちに与える影響について考えていきましょう。これはスマホなどの使用時間と学力との関係を示すグラフです。縦軸は学力を示す数値で通常の子供たちの平均が50に設定されています。横軸は平日に勉強以外の目的でスマホなどを使う時間を示しています。 小学5年生から中学3年生までの子どもたちに平日にスマホなどを勉強以外で1日にどのくらい使っているのかを聞いたところスマホなどを持っているが1時間未満しか使っていない子供たちの学力スコアが最も高かったというデータが出ていますスマホに依存せず自分で使う時間を適切にコントロールできている子供たちがある程度含まれている つまり、自分で時間を管理する能力が高い子供たちは、学力も高い傾向にあると言えるのかもしれません。また、長時間のスマホ利用は睡眠時間の減少にもつながります。厚生労働省では、健康づくりのための睡眠ガイド2023を新たにまとめています。これによると、小学生は9時間から12時間、中学生、高校生は 8時間から10時間睡眠を確保することそして小学生から高校生までは1日に1時間以上体を動かしゲームやスマホの利用時間を2時間以下にすることを推奨していますまた睡眠不足による肥満リスクの上昇学業成績の低下も報告されています長時間のスマホ利用は単なる学力の低下ではなく 睡眠不足を招き、子供の成長そのものに影響があるかもしれません。スマホの利用と健康の関連性については、まだ研究が始まったばかりです。今回ご紹介した内容を含め、参考の一つとして考えてみてください。また、スマホ利用の中でも、子供たちが夢中になりやすいオンラインゲームにおいては、長時間利用だけではなく、高額課金も 問題になっています。これは国民生活センターへ、小中高校生の保護者の方から相談が寄せられた件数です。ここ5年間で相談件数は倍増し、2022年度は4000件を超え、そのうちの多くが保護者の許可なく子供が課金してしまったという小学生の保護者からの相談になります。また、 一人当たりの課金額も平均で約33万円。100万円を超えるケースも少なくないそうです。依存や高額課金は、ほんの小さなきっかけで誰にでも起こるものです。決して他人事ではありません。またもし依存になってしまったら、元の生活を取り戻すためには、多くの時間がかかる可能性があります。 そうならないために、ネットの利用を自らコントロールしていく必要があります。コントロールするためには、やはり怖さを知り、ルールを子供と一緒に決め、守っていくということが重要です。スマホなどに機能の一つとして付けられている時間制限を利用するなど、利用している機器自体の機能の力を借りることも、ネットの利用をコントロールしていくための有効な手段です。 参考にしていただければと思います。子供が自立してコントロールしていける力をつけられるよう、ぜひそれぞれのご家庭にあったルールを子供と話し合いながら作っていただければと思います。また、年齢に応じて見直すことも必要です。ネットに支配されることなく、適切な距離感を持って上手に使いこなしていけるよう見守っていきましょう。それでは、 炎上の動画をご覧ください。なな、暇だし、今からみんなで面白い動画撮ろうぜ。いいね、いいね、面白そうネットにはあげない約束だぞ最初はグー、じゃんけんポンあ、ゆうたの勝ちじゃあ、俺がカメラマン、アキコが進行係けんがユーチューバー役な。 出始めにジュース一気飲み3、2、1、はいジュースの一気飲みやってみた行きます。なあもうカットケン普通に飲み干しちゃ全然面白くないよええー、確かにな普通にやってるだけじゃ面白くないからさちょっとスリルのあることやってみようぜ コンビニでペットボトルペロペロってどうよどういうことコンビニに売ってるペットボトルをなめてるところを動画に撮るんだよそれ面白いえー、ガチのやつじゃんいやだよ大丈夫だってあとから書いとればいいんだよ絶対ネットにあげない約束だぞはいはい面白そう <laughs> じゃあ3 2

うん,うーんやっぱつぶったーにアップしちゃおう学校の友達しかフレンド登録してないし問題ないでしょあ一応誰にも拡散しないでって書いたことあ,あれ昨日の動画つぶったーに上がってるあ,あ 再生回数2000超えてるすごーいアキコあげるなって約束しただろごめんごめん面白いからついでもさフレンドは学校の友達だけだし全然学校の友達だけじゃないじゃんケツきたねこいつ終わってるコンビニのジュース買わないこいつら最悪身元捜索コメントめちゃくちゃ荒れてるいくらなんでもまずいよ 削除してくれよあわあかったってはい削除っとつぶった匿名だしこれで大丈夫だよ拡散しないでって書いたんだけどな <laughs> アキコが勝手にあげたんだし俺は関係ないからなまあこれで大丈夫だよなカバンとジャージから特定田中市立桜中学校 男はサッカー部、女はバスケ部。写真も入手。フルネームも判明。ソースは卒ある。続いてのニュースです。SNS に上げられたコンビニの売り物であるペットボトルの蓋を舐めるという内容のいたずらをした動画が大きな問題になっています。え 動画が撮影されたコンビニでは不買運動が起き株価も急落一日で時価総額が140億円下落するなどの損害がどどうしようはい山田です山田なんであんな動画を投稿したんだ先生大丈夫ですあのあとペットボトル買い取ったしそういう問題じゃないんだよ今学校には苦情の電話が殺到している これはもうお前たちだけの問題じゃない<え>誰だよ山田聞いてるのか今すぐお家の人と一緒に学校に来なさいでも親はまだ仕事だしそんな優長なこと言っている場合じゃないお家の人に連絡してすぐに学校に来るんだいいななんか大ごとになったなったくなんだよはいどちら様ですか ケン君ですよねはい君が投稿した動画の件で取材に来た週刊東京ですえどうして俺の家がコンビニが6000万円の損害賠償を検討しているそうですが今どんなお気持ちですかあの俺悪いことしてません無理やりやらされたんですジュースは買い取ったし俺が乗せたんじゃないです悪いのはあいつらなんですでも実際にやったのはあなたですよね この顔、あなたでしょはい顔写真や住所学校名おうちの人の職場ネット上ではすでにあなたって特定されていますよ6,000万円の損害賠償になった今の気持ち聞かせてもらえませんかねケン君これが悪いのかよ損害賠償6,000万円大丈夫だって<ー>後から買い取ればいいんだよスリルあって最高だった なんでだよ。なんでこうなったんだよ。それでは振り返りをしていきましょう。ケンたちは暇つぶしに面白動画を撮ることになりました。スリルと面白さを求めた動画の内容は、コンビニで販売している商品であるペットボトルを舐めるというものでした。 売っている商品ではありましたが、購入してしまえばバレない、問題ないと考えていました。また、撮影した動画はネットに上げないという約束を、ケンとアキコはしていました。ところが、面白い動画をみんなにも見てほしいと考えたアキコは、軽い気持ちでネットに投稿してしまいました。そうしたところ、 動画への非難が殺到しました。炎上です。ア子は投稿をすぐに削除しましたが、すでに広がった情報は他の人によって拡散され、あっという間に、ケンやア子の顔写真も掲載されました。さらに、不買運動や株価の下落、また、学校からの連絡、さらに、自宅への取材など、 大きな問題へと発展してしまいました。インターネットの世界は誰でも投稿した内容を見ることができます。また名前や顔を伏せて投稿することが多いです。そのために強いことを言っても大丈夫。何をしてもわかるわけがないと思いがちです。そうなると発言や行動がエスカレートしやすくなります。 今回の動画では投稿が拡散され炎上しました。そして彼らの名前や顔写真などが投稿されていました。名前を伏せて投稿しても投稿した人や投稿内容はすぐに特定されます。また嫌な思いをしたり被害に遭った人や企業が訴えることもあります。つまり犯罪になる可能性がある。 ということです。今回の動画では、彼らが着ていた制服や鞄から、個人情報を特定されていました。このような情報から、顔写真、住所、家族の情報などが特定され、掲載されてしまうことがあります。また、インターネットの情報拡散力は大変強いものがあります。SNS のフレンドが500人いたとします。 そのフレンドにも500人のフレンドがいれば25万人への拡散。さらにそのフレンドにも500人のフレンドがいれば1億2500万人への拡散とどんどん拡散していくことになります。いわゆる炎上です。こうなると動画の拡散だけではなく自分の名前や家族、学校名などさまざまな情報が拡散され続けます。 友達しか見ないから大丈夫と思って投稿した内容であっても、拡散していくことで多くの人の目に触れ、今回のような不買運動や株価の下落など、社会的に大きな問題になることが実際に起きています。これは実際のトラブルの内容です。意欲業務妨害、建造物侵入祭。店舗設置の消毒液に火をつける動画が拡散される。 プライバシー権の侵害。動画の無断投稿で同級生と保護者へ賠償金が命じられる。威力業務妨害。カラオケ店での迷惑行為動画で書類送検される。異形業務妨害。威力業務妨害。回転寿司店での迷惑行為動画で賠償金を命じられる。ネットでのトラブルは様々な罪に問われることがわかるのではないでしょうか。 このようなトラブルになった場合、将来に大きな影響を及ぼす可能性があるということです。推薦での進学や仕事に就くときなど、採用担当の人が、その人がどんな人か、インターネット上で調べることがあります。そのときに、悪い情報や非常識なものが掲載されていたために評価が下がり、その結果、 希望が叶わなくなってしまうということも実際に起きています。これは過去3年の炎上発生件数と炎上が発生した媒体別割合のデータです。認知できている範囲で年間1500件ほどの炎上があり、またそのうちのほとんどが SNS によるものと言われています。炎上になるまでの日数としては、 投稿日から平均21日と報告されているレポートもあり、被害を大きくしないためには、すぐに対処することが重要であることがわかると思います。このようなトラブルにならないためのポイントです。動画や画像、SNS などは正しく使えば楽しく便利なものですが、使い方次第で大きなトラブルになる可能性があります。 一度情報が広がってしまえば、すべてを消し去ることは大変難しいことです。ですから、過去のトラブル事例などを子供と共に確認するなど、しっかりと拡散、炎上の怖さを確認する必要があります。また、面白そうだからと言って安易に撮影したり、気軽な投稿はしない、 という気持ちを持つことも重要です内輪受けを狙った投稿が拡散・炎上することも起きています送信ボタンを押す前にこの動画を投稿しても問題ないのか自分の顔や名前を出して公開できるか自問自答することが必要ですそしてネットでのトラブルは時間が経てば経つほど取り返しがつかないことになりかねません もし困ったことがあれば、すぐに相談するということをお子様に伝えてあげてください。もし犯罪につながってしまったらどうなるのか、その投稿一つで一生背負うかもしれないリスクを子供がしっかりと意識できるよう共有していきましょう。それでは、出会い犯罪の動画をご覧ください。 じゃあクミさん今日は娘をよろしくお願いしますねはいお母さんもうお母さん心配性なんだからついてこなくて大丈夫なのにだってクミさんとはネットで知り合ったっていうし最近はいろんな事件があるから心配でクミさんは帝都大生でしっかりしてるし優しいし大丈夫な人だって何度も言ったじゃん今日はニカちゃんのこと 妹だと思ってお預かりしますので、任せてください。こんばんは、未来ボーイズです。今日は楽しんでいってね。<は> <laughs> 盛り上がったね。最高だったね。クミさんと一緒に盛り上がれて楽しかった。うん。六時か。お母さんとの待ち合わせまで一時間くらいあるし、カラオケでも行く。 行く未来ボーイズの歌歌っちゃおういらっしゃいませすみません、今から2名空いてますか <laughs> 曲何入れるえっと、ハプニングは突然ににしようかな、クミさんは私は勇気100倍がいい <laughs> いいねそうそう、ミカちゃん建造ゾしだったよねうん、ケンゾーくん最高 私の友達が建造のサイン入り写真ゲットしたみたい推しが違うから譲ってもらおうかえーいいの嬉しい <laughs> 今近くにいるらしいからここに呼んじゃうねお願いしますどんな人かなクミさんの友達だからデート大の素敵な人だよねミカちゃんこんばんはあれ男の人 未来ボーイズファンなんだってね違うねかわいいねははい思ってた人と全然違うなんか嫌だクミさん <laughs> えなんで私ちょっとトイレ行きますおっと俺もちょうど行きたいと思ってたんだ一緒に行こうよ <laughs> どうしよう 出たのはいいけどトイレの前に立たれちゃったこのままじゃ逃げられないそうだお母さんに電話出て出て出てお母さんお願い失礼しますちょっと清掃に入らせていただきますねあ<っ>お客さん顔色が悪いですねどうしましたかた助けてくださいだ大学生の友達と来たんですけど いきなりたくさんの男の人に囲まれて今も外で見張られてるから出られないんですわかったもう大丈夫よ安心してああミカちゃんやっと出てきた部屋に戻ろうよ嫌がっているので話してあげてください誰だよお前関係ないだろ私はこの店の店長ですお客様の安全を守る責任があります 俺たち友達なんだよだから安全も何もねっつのなあミカちゃんえあのそのケンゾの写真いらないのかな行くぞちょっと待ってしつけえな友達だって言ってんだろそ,それ以上手荒なことをするようでしたら警察を呼びますよそれでもいいんですか <laughs> って よかった怖かったわね本当にありがとうございましたあの連中よく来てトラブルを起こすのよ一緒に来た女の人多分大学生じゃないわよいつも学割は使ってないし <laughs> とりあえずお家の人に迎えに来てもらいましょうはいだって久美さんは帝都大生で音楽サークルでサークルのライブ超楽しかった今日はゼミの打ち上げ あの投稿もも写真も全部嘘だったったてことそれでは振り返りをしていきましょう。ミカはネットで大学生のクミと仲良くなりました。ミカはクミのことを優しくて大丈夫な人と言っていました。そして一緒にライブを楽しみカラオケにも行きました。久美は ニカが押す、建造の写真を持っているという友達を紹介してくれました。ニカはクミと同じ大学の人が来ると思っていましたが、実際に来たのは怖そうな男の人でした。クミが思っていた人とは全然違う人でした。嫌だなと思い、クミに助けを求めましたが、助けてはくれません。怖くなり、 トイレに逃げ込みましたが、ミカはクミの友達から逃げることができなくなってしまいました。カラオケの店員が助けてくれなかったら、どうなっていたでしょうかミカは動画の最初で、クミは優しいし、大丈夫な人だと言っていましたが、本当にそうだったのでしょうか違いましたよね。 以下が思っていたような優しくて大丈夫ないい人ではありませんでした。ネットでやりとりすればもう友達。ネットでやりとりすればいい人かどうかわかる。そんな風に考える子供も少なくありません。ですが、ネットで知り合った人に対し、本当にそこまで信用しても大丈夫でしょうか インターネットで知り合う相手は本当はどんな人かわかりません。相手を信用させるために優しい振り、同じ推しのファンの振りなど、いくらでも装うことができます。今回の動画での組は、ネットでやりとりをしていた時は優しい大学生でしたが、実際は違いました。ネットでやりとりする内容や発言も本当のことだとは限りません。 また、SNS だけのやりとりであれば、顔が見えないため、年齢、性別、写真など、いくらでも嘘をつくことができます。ですので、ネットで知り合った人を信用するのは、大変危険なことです。SNS やオンラインゲームのチャットなどで知り合い、被害に遭う人が増えています。実際に SNS で 優しい言葉でアプローチしてきた人に会いに行き、お金を奪われたり、暴力を振るわれたり、命まで奪われた恐ろしい事件も起きています。ネットでしか知らない人を簡単に信用することは大変危険なことです。また、長い時間をかけてやりとりをして騙そうとする悪い人もいます。やりとりが長くなれば、 家族のことや通っている学校や住所連絡先など個人を特定できる情報が伝わってしまう可能性が高くなりますそういった個人情報が脅しの材料にされることもあるんですこれは SNS でのトラブル事例です小学生 SNS ゲームで知り合った男に誘拐される中学生 アプリで知り合った男に5日間拘束される。高校生、SNS で知り合った男に会いに行き、殺害される。大学生、掲示板で知り合い、会いに行き、殺害される。いずれも今回の動画のように、いい人だと思い込み、誘拐や殺害された実例になります。警察庁の SNS に起因する被害児童の現状によると、 SNS が原因で事件に巻き込まれた18歳未満の未成年数は令和4年は1732人その95がスマホから被害に遭っています。今回ご覧いただいた動画のように SNS で長期間にわたってやり取りをして仲良くなり信用させてから呼び出すなど段階を踏み子どもたちが会いに行っても大丈夫。 という気にさせていく手口が使われていますまたオンラインゲームでの連れ去りや誘拐においてはボイスチャットといって音声通話できる機能や友達になって交流することができるフレンド機能がついていますこれらの機能を巧みに利用した手口が使われています特に音声通話は文字だけの淡白なやり取りに比べ 相手に気を許してしまう可能性が高くなります。10代の子供たちにとって、ネットとリアルの境界は薄く、ネットでやり取りすればもう友達、ネットでやり取りすればいい人かどうかわかる、と思っている子供もいるようです。SNS やオンラインゲームが居場所となり、ネット上の相手だけが本音を言える相手と考える子供も少なくありません。だからこそ、 悪用する大人がいることをしっかりと認識させ、疑うこと、想像する力をつけさせなければいけません。また、知らない人とは一人で会わないなどのルールを子供と一緒に作り、もし困ったことがあったらすぐに相談できるようないつでも話せる環境づくりが大切です。実際のトラブルをもとに、 トラブルを回避するためのポイントをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうかここからは保護者が子供の利用を把握し、ルールを守れるようサポートするペアレンタルコントロールについてお話をします。ここで最初の話を思い出してみましょう。抑えるべきポイントは、最新アプリの名前や操作方法ではなく、ネットにはどんな危険があるか、 何に気をつければいいか。まずはその危険性をしっかりと大人が知るということ。そして、危険性や知識を共有し、話し合いながらリスクを回避していくことの必要性について、トラブル事例をご覧いただきながらご説明いたしました。そして、もう一つの必要なポイントは、ルールが守れるようサポートするペアレンタルコントロールでしたね。 このペアレンタルコントロールには様々なものがあります。サポートするツールとして携帯事業者各社などで提供している Android や一定基準の iOS 以上の iPhone、iPad のスマートフォン、タブレットでご利用可能な安心フィルター、Android で利用可能なファミリーリンク、iPhone で利用可能なスクリーンタイムなどがあります。例として au で提供しているサポートツール、フィルタリングをご紹介します au では先ほどご紹介したサポートツールとして安心フィルター、ファミリーリンク、スクリーンタイムをご提供しています安心フィルターでは使いすぎを防ぐ生活スタイルに合わせた利用時間帯の設定年齢に合わせてカスタマイズでき有害情報から守るウェブサイトアプリのフィルタリング機能がついていますまた ネットやアプリの利用状況の確認や GPS 衛星の電波を利用したエリア検索でスマホの場所が確認できる機能もありますサービスの内容は各携帯会社により異なりますので各社のホームページやショップでご覧ください子供たちを守るために必要なフィルタリングサービスは法令等により18歳未満の青少年が利用する場合には原則加入し 端末販売時に設定を行うことが義務付けられています。ですが、購入時に設定しても途中で外してしまうケースも多くあります。こちらは、コミュニティサイトに起因する被害にあった18歳未満の子供のフィルタリングの利用状況です。データから被害児童の約9割がフィルタリングに加入していなかったことがわかります。外してほしいなどの 子供側の意見を聞き入れるだけではなく必ず保護者の責務を果たせるかという観点で必要性を判断しなければなりませんサポートするツールはさまざまなものがありますのでぜひ各ご家庭にあったものを選んで有効に活用してくださいインターネット上にはさまざまな情報が溢れていますまるで大人の繁華街を子供が自由にうろうろ 歩き回っているようなものです。無防備なまま自由に歩かせても大丈夫でしょうかたとえ子供にその気はなくても、至るところに危険なサイトへのリンクが仕掛けられています。うっかり危ないサイトへ行ってしまうことも十分にあり得ることです。また、十分に意識をしていないと、あっという間に長時間利用や高額課金などに陥る可能性があります。 今回ご紹介したような子供の利用状況を把握し、制限する機能などを有効に利用することで、危険性や過剰な利用を大幅に低減できるんです。年齢とともにフィルタリングも緩和していき、十分に判断能力が育ったときにフィルタリングを解除できることが理想です。それまでは親の責務として適切な管理を行い、子供が 安心安全に利用できるようサポートしていきましょう。お配りしたリーフレットに安心フィルターやスクリーンタイムの内容、設定などを記載しておりますので、ぜひご覧ください。それでは最後に、時間制限機能を利用して子供をサポートする工事例をご紹介いたします。テストの成績落ちてきてるね。大丈夫なの うん、大丈夫ゲームやりすぎなんだと思うけどだって友達とやってて楽しいしでもこのままじゃねゲームやめたら友達いなくなっちゃうよ誘われたら断れないし勉強はやってるよちゃんとそうなのじゃあもう少し様子を見るね いつまでやってるのもう10時よもうちょっと今いいとこなんだよ行くぞボスが出てきた俺は右から行くからヒロキは左から援護して <laughs> これで勝利ださすがジローやったねあじゃあお母さん怒ってるからまたねお父さんお父さんラスボス登場レアモンスター出現 あんな大きな声、出さないでよ、格好悪い。みんなに笑われたじゃないか。何言ってるのこの前話したでしょ。ちょっと、お父さんからもちゃんと言って。そうだな、ジロいい加減にしとけよ。だって面白いんだもん。ちゃんと勉強してるって言ってたでしょ。自分だけやめられないよ。じゃあ、どうするのジロだって、いくらでもできるからついやりすぎちゃう、電源切れないから悪いんだ。 そんな便利なのあるわけないでしょうあそういえば時間で切れるのがあるんじゃなかったかなへえ何それ時間で切れるスクリーンタイムって言ったっけな時間を設定するとそのアプリが使えなくなるんだそれいいわねジロそれやろへえめんどくさいなんだよそれ 自分で電源切れないのが悪いって言ったんでしょうん、わかったよ。何時に設定する ?11 時ぐらいがいいかな。11時だと寝不足になるぞ。毎朝起こしているの誰だと思ってるのうん。10時には寝ないとね。じゃあ、ゲームは9時までかな。ああ。みんなに言うから、1週間だけ待ってもらってもいい 言いにくかったら私を悪者にしたらいいのラスボスとか言っていいわよ怖い怖い <laughs> <laughs> 卒業したら10時にしてよね成績次第だなまた話し合おう、うん、分かったよ俺来週から9時までしかゲームできなくなったんだええー、最悪だな おお前のお母うるさいしなラスボスって感じ角生えた鬼ババだよ最近うちの母さんもうるさい毎晩12時頃までやってるの母さんも気づいてるそっかうちはスクリーンタイムってのが設定されるんだえーえー、な何だよそれ,よそれまあしょうがないかお前の母さん怖いしな大変だなチロ今日はまあ楽しくやろうぜ ただいまおかえり今日からスクリーンタイム9時に設定したよ大丈夫うんみんなに伝えといた9時までだよねはあもうすぐ9時だジローは今日から9時までだよなじゃあ俺もう終わりにするわ僕も宿題やってないから抜けるねえお前もじゃあ他の人誘おうかな じゃあまた今度。じゃあな。くー楽しかった。あ、ちょっと勉強でもしよっかな。最近どう実はテストの点数、上がっちゃったええー、すごいじゃないほら、前より上がったよ。明日は学校ないし、10時までゲームやらせてよ。 調子いいんだから。どうしようかな <laughs> では動画の振り返りをしていきましょう。ジローは友達と一緒にやっているオンラインゲームに夢中です。でもゲームのやりすぎで成績が落ちていました。自分だけやめれば友達に嫌われるかもというジローにお母さんもはじめは様子見でしたが 夜遅くまでゲームをやり続けている次郎の態度に、お母さんの勘認袋の尾はついに切れてしまいました。次郎はしぶしぶながらも、家族と一緒に話し合い、ルールを作ることになりました。ルールは、次郎のスマホについているスクリーンタイム機能を使い、家族と決めた時間の9時にゲームをやめるということでしたね。 友達にもルールのことを話し、決められた時間に二郎はゲームをやめることができました。また、ゲームをやめることによってできた時間、勉強に向かおうという新たな気持ちも湧いたようでした。その結果、テストの点数が上がるといういい結果が出ました。こんなにうまくはいかないと思われる保護者の皆さんもいらっしゃるかと思います。 必ずしも好成績につながるわけではありませんが、ルールを作り守るということは、安全で適切なスマホ利用に確実につながっていきます。ある程度までは保護者が子供のスマホ利用を管理していくことが必要となりますので、ぜひご家庭で話し合い、ルール作りをしていただきたいと思います。では、 どういったルール作りをするといいのか、ポイントをご紹介します。ルール作りのポイントは、まずは保護者も子供も,も納得できるものであること、そして無理のないルールであることが大切です。今回の動画のように、スマホの利用時間は保護者としては短い時間に設定させたいところだと思います。 ただ、学習アプリを利用している場合もありますので、やはり子供の利用に合った無理のない設定が必要です。親としても常時管理することは難しいかと思います。機器にある機能をうまく使うことでスムースに対応していけますので、ぜひ有効にご利用いただければと思います。また、ずっと同じルールを利用し続けるのではなく、 子供がルールを守っていると感じた時や子供の事情が変わってきたと感じた時には話し合って柔軟に見直していくことも大切です。話し合いによりお互いに納得したルールで安全に適切なスマホ利用を促していきましょう。本日の講座いかがでしたでしょうか各ご家庭において 参考にしていただければ幸いです。最後に、もしインターネットや SNS などで困った時は、どうしたらいいのか、お話しさせていただきます。インターネットのトラブルは、あっという間に拡散します。またトラブルの多くは子供にとって、大人や学校に知られたくないことです。誰たら怒られる。退学になるのではないかなどと、躊躇している間に、 深刻化してしまいます。ですから、トラブルの証拠となる履歴や画面などを保存し、できるだけ早く大人に相談することが大切です。トラブルになった時は、一緒に解決方法を考えること、絶対に守ってあげることを日頃からお子様に伝えてあげてください。相談先として、各都道府県の警察本部や、 法務省、消費生活センターなど専門家が相談に乗ってくれる窓口があります詳細はお配りするリーフレットに載っていますのでご確認いただければと思いますスマホや携帯はとても便利な道具です子どもたちが道具に振り回されることなく正しく賢く使いこなしていくためには保護者の皆様のサポートが 大変重要になってきます本講座が各ご家庭におけるルールやフィルタリングの状況などお子様のスマホ携帯環境について改めて考えていただくきっかけになれば幸いです。本日は受講いただき誠にありがとうございました。